ホアキンガルシア・モラトを編集中、ホアキンガルシア・モラトは、スペイン内戦でのエースパイロットである。フランコ軍に属し、ハインケル HE51 やフィアット CR32 で40機の撃墜を記録したとされる。内戦前からリーフ戦争に参加し、熟練したパイロットとして知られていた。スペイン内戦が始まった時、休暇でイギリスに滞在していたが、 戦争が始まると、ナショナリスト空軍に参加し、1936年8月12日に、ニューポールドラージュ2度52で、アンテケイラ上空で、3機のビッカースビルデビースと3機と、戦い、1機を撃墜した。ドイツから供与された、ハインケル HE51 の最初の1機に乗り、8月18日に、リパブリカンの2度52と爆撃機ポテ540を、撃墜し、 9月2日にも2度52を撃墜した。イタリアから供与されたフィアット CR-32 に乗り換え、1936年の秋3機の CR-32 でパトルーやスールを形成して、6機のフランス製の航空機やイギリスのホーカーフューリーを撃墜した。11月5日には12機目の撃墜を記録した。ソビエト製の機体と戦い、I-15 を撃墜し、 CR-32 より速度の速いスポレフ SB-2 爆撃機2機を航空から降下して撃墜したものも含まれる。1012時間の作戦行動で40機の撃墜を記録し、撃墜されたのは1937年に訓練中の味方の新人パイロットによる事故だけであった。戦争が終わった後、ニュース映画の撮影のためのアクロバット飛行中に CR 32の事故で死亡した。ありがとうございます。